ーロ君、前回はヒーロ君、ガンダムエピオンをどうしてゼクス特佐に譲ったの？あれはブレイズに作った。ゼロシステムの負荷は大丈夫なのかしら。俺が認めているのはゼロの力だけだ。そうありない、言葉は信用してない。そうか、ヒーロ君がゼロシステムに飲み込まれないのはそういうことなんだ。システムの利用、誰よりも戦い抜いてみせる。地球上の誰よりもだ。サンクキングダムのリリーナ代表。リリーナ・ピースクラフト代表、王国を解体。俺にはこの生き方しかできない。俺は火星鉄火団代表のガンダ。何度も同じ鉄火団として戦ったのに。俺は仲間と一緒にいたい。そのためにはもっと。さすが小隊長、すごいな。私たちにだって強くなきゃいけない理由があるってことよ、三日月くん。筋を通すってことか。俺らがよく言ってるやつだ。俺はそのために俺が出る。バルバドスの損傷隊、小隊長さん、もう少しだよ。まだだ、バルバドス。ここは俺たちの居場所じゃない。だからお、鉄火団代表のファイター、ブレイクアウト系統ガンダム。土門さん、思ってたよりワイルド。違う、このターン X こそ銀河団体の旗。黒歴史を知らない愚か者は地に這いつくばって消えてもらう。黒歴史？なんか不穏な単語だけど。簡単に言うと、月の宮殿に隠されたデータバンクのことだよ。人類が繰り返してきた戦争の全記録映像、文明から技術まであらゆるものを収めたね。そんな、このターン X すごいよ。さすがターン A のお兄さん。え、造形機が他にもいるの？ターン X の高台機に当たるホワイトドール、戦士文明を滅ぼしたとされる。ガンダムが破壊者になる歴史？我々の歴史は間違っていたのだ。我が世の春が来た。ムーンレースは冬の時代は終わった。本当そうね。敵は地球に帰還することじゃないわよね。そう、二重ではなく戦って奪い取る侵略だよ。やっと帰ってくれた。何？ AI 制御の無人機ってこと？ロンド、この島は一体まるで魔界。こんな時ナイト殿や王室の大将がいてくれれば。ナイトガンダムとコマンドガンダムのことだね。あらゆる生物に生命力を狙う宇宙大魔王と戦って世界を守ったヒーローたち。もう頭が痛い。ヒーローとは何ですか？ヒーローっていうのは勝利を手にした者だけに許される呼び名でござる。正体の大将強いでござる。極悪非道のザック三兄弟にも引けを取らん。だがこれ以上の邪魔立てをするならその頭、スイカのように割ってくれよ。スイカ割り？あ、スイカ割り。小隊長を何だと思ってるの？へい、言い訳は聞かんぞ。正義の絶対、家電の泣き方、そして愛刀ムクマルをもってしてもそこまでとは。武器なしのガンダムもいるガンダムファイトだからね。ならば家電の力鉢巻きで愛やしばらく。武器がなかった。全てのグッズ。ヒーロ君、あの、もしかしてゼロシステムの負荷は大丈夫なのかしら。俺にはこの生き方しかできない。はい、今の俺は火星鉄火団だ。さすが小隊長、オルガが止まらない限り俺も止まらない。まずは見せてもらおうか、貴様の腕前。黒歴史を知らない俺。ハハハハ、武士の本懐遂げられんというのか。ガンダムファイターどころかガンダム自身だよ。どういう意味？こんな時ナイト殿や武者ガンダム討ち取ったり。二足のやばい。うわあ、いけ。ダッシュ。